ドローと。こういうふうにね、かなり汚れてますよね。はい、おはようございます。今日は3月23日水曜日、9時40分ぐらいですかね。ちょっと日が高くなってきて、朝がすごい寒かったんですが、土もまだ凍ってて、霜柱もまだ立ってます。今年は冬がちょっと長い感じがしますね。なので畑うちもちょっとできないので、機械のメンテナンスしなかったので、ちょっとそれを進めていこうかなと思います。で、今日はこの軽飯の草刈り機のエンジンオイルを交換していこうかなと思います。で、買ったばっかりなので、まあ初回のエンジンオイルの交換も兼ねてやっていこうかなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、では早速エンジンオイルの交換をやっていこうと思います。まずこの機種なんですけども、ちょっと型番見ていただくと、これ強力さんの AZC736F っていう、こういうクローラータイプの、軽飯の草刈り機になります。で、ここにV ベルトがあるんですけども、まあ、どこからオイル抜くかというと、ここに赤い印のドレンボルトが、ここにあります。で、ここはエンジンオイルのチェックする、入れる口になってます。で、ちなみに、これミッションもあるんですが、ミッションオイルってこう書かれてるところもあって、ここですね。で、これはどこからこう、出すのかというとですね、この下の方にあるんですけども、こっち側かな、ここら辺にボルトがあって、そこから出すような感じです。入れる口はここになりますので、はい、まずはエンジンオイルを交換していこうと思います。はい、では実際にやっていこうと思います。はい、とまず用意するのが、このオイルパックっていう、ハイル処理の箱が売ってるんですけども、これ、近くのホームセンターで買ってます。これ、確か3リッター、5リッター、8リッターだったかな。そういう種類もありますので、まあ、今回はエンジンオイルミッション、あと、こっちの管理機もやろうかなと思ってますので、はい。で、ここにエンジンをこう流し込む、エンジンオイルを流し込むんですけども、段ボール敷いてですね、もうちょっと短くてもいい。こういうふうな感じで沿わせていくんですけども、はい。ここはちょっと外して、空気の通り良くするような感じです。実際外していこうと思います。ああ、取れた。はい、行きますよと。こういうにね、かなり汚れてますよね。だいぶ活躍しましたので、まあ、だいぶ汚れてるだろうなと思ったら、案の定かなり汚れてました。もうちょっと車体を傾けて、オイルを出しやすくしていきます。
まあ、抜く前なんですが、ちょっと、暖気も兼ねて、ちょっとうらうら動かした程度で今、オイルを抜いてます。はい、だいたい抜けましたかね。はい、というような感じで。うん、引きてないですね。はい、と。では、ドレンボルト締めていこうと思います。はい、と。では次に、オイルをですね、入れていくんですけども、これオイル入れる量、どんぐらい入れるのっていうので、ここにですね、オイル量、0.55 リットル、まあ、550ミリリットル入れますよっていうことで、入れていこうと思います。よいしょ。今ちょっと500リッターぐらいですかね。あ、500ミリリットルぐらい入ってますので。OK。寒い時にこう、オイル交換するとやっぱ、オイル硬くなってたりとかするので、あったかい時にね、いつもやるんですけど、本当のシーズン中には忙しくてできませんので、やっぱ今時期が多いですかね、作業するのは。ということで、今ちょっと500ぐらい入れたので、確認します。今だいたい8分目ぐらいまで入ってます。で、もうちょっと追加して入れていきます。大体良さそうですね。これあまりパンパンに入れすぎるとエンジン焼けてしまったりとか不具合を起こしますので、本当に適量入れないと、私もちょっと入れすぎた時があって、その時オイル上がりして黒い煙が立ったんで、やりすぎは良くねえなと思います。じゃあちょっと車体も平行にしてみて、もう一回チェックです。こんぐらいまで来てますね。大丈夫そうです。はい、ちょっとカバーかけてないですけど、一回ちょっと始動させてみます。
ではもう一回ちょっとオイルチェックしてみます。うん、ここぐらいまで。あ、適量ですね。良さそうです。で、拭いた感じも、こういうような感じで新しいオイルの色してますので、はい、これでエンジンオイルの交換が完了となります。ね、で、最後に、こちらの V ベルトのケース部分を戻していきます。こういうふうに出てきますので、片方ずつですね、こう締めていって、で最後にもう一回始動してベルトが当たらないかチェックです。大丈夫そうです。はい。はい。というふうな感じで、エンジンオイルの交換も無事終わりました。で、またこれ、ギアオイルもこれから変えていこうと思います。あと、こっちの管理機のエンジンオイルもこれから変えていこうと思います。また、動画で撮りたいと思います。ありがとうございました。